せーの、UMF2012 Together TV をご覧の皆様、こんにちは。ラブ&ローズです。ラブ&ローズです。お医者がいです。はい、ラブ&ローズ若林です。海の好きなところ、思い出、ですね、若林家はですね、結構物心ついた時から、はい、毎年夏ですね、うん、キャンプで海に行くっていうのがもう恒例になってて、なんで毎年海で遊んでた思い出があるんですけども、あれは淡路島やったかな、ちょっと忘れたんですけど、はい、兵庫県の近くの、うん、地元のあたりなんですか。地元玉ねぎで有名なところね。あー、知ってる。キャラクターがいますよね、淡路島。はい、 そんなんは知らんねん。海っていうとだから結構まあ、兵庫の方で言うと砂でみんな焼いたりとかね、はいはい、そういう文化僕の中にないので、はい、海というともうシュノーケルと、うん、これと、うん、森、はい、で素潜りが好きなんですよ。すごい変わってるでしょ。何が取れるんですか。いやだからそれで、はい、玉ねぎが取る。海で、それで海潜ってる時に、はい、実際にその時は森じゃなくて網やったんやけども、はい、実際に偶然というかこの海桜 の、うん、テーマにもちょっと入ってる、うん、タツノオトシゴを捕まえたことがあります、はい、であまりにも珍しいし嬉しかったから、うん、キーホルダーでした、ね、なんで乾かしてな。タツノオトシゴが思い出です。若林でした。そのままですね。じゃあみぞちゃん。僕そうですね、海まあ子供の時ほとんど、まあ、行ってないですけど、まあ市民プールとかしか行ったことないですけど、まあ、海ですね。大人になってから最近3年ぐらい前にね、僕はサーフィン行きましたね。おお、全然面白くなかった。結論から。もうしんどいだけやないかって、ね。さゆりちゃん。あ、私ですか。私も福島の町出身なので、やっぱり海がある町で、やっぱり海水浴は必ず行ってましたね。どんな水着を着るんですか。あ、水着は割と普通にスクール水着とかだったそうですけど、むしろ今だってもスクール水着で子供の頃だから。子供の頃ね。なんか変な帽子とかかぶって。変な帽子。なんかあるじゃないですか、よくなんか変な帽子、網みたいな、なんか魚くんみたいな。魚くん、違う違う違う。そう、あんな帽子じゃない。ギョギョってね。あ、じゃなくてなんか海といえばほら日焼けなので、一回すごい焼きたくて、健康的に、うんうんうん、で普通日焼け止め塗っても海って焼けるのに、なぜかタコさんオイルを塗って一回焼いたことがあって、中学生の時、うん、そしたら水ぶくれになっちゃって、ボロボロになっちゃうんだね。焼けすぎて。はい、言葉通り脱皮した思い出があります。皮が全部黒くなって、その後全部むけたんです。もうちょっとサイズ小さなって、いや変わんなかったけど、なんか夏休み終わって学校行ったらなんか小さくなったね。そうちょっとねって。脱皮したら大きくなるんですか。普通は脱皮したら大きくなるんですか。そうですかね。やっぱり品種にもなる。品種ね、小さくなる品種。そうですね、これは、まあ、今まであんまりね、そんな考えたことなかったんですけど、この海桜とかやっぱ参加するようになって、まあ、代表のジュンさんとかからね、いろんな話聞いたりとか、してると、そうですよね、やっぱりよくジュンさんが言ってはるように、海だけをきれいにしても結局川から来ちゃうっていう話を聞いたので、川&町、ね、だからそこからきれいにしていかないと結局海はきれいにはならんと、うん、そういうことかなと思ってます。ゴミは捨てない。あ、もうそれしかないですね。あと、もうそのまいた産業廃棄物ですね、うん、やめろ。もうそれ、ね、いや別に川に僕はしょんべんしてもええと思うし、うん、それはいいんですよ全然。だけど、何ですか、公害反対。どこの、でまあもうそれしかないですよね。そうだね、はい、そうだ、人間のおしっこなんて全然分解されるからいいけど、
あの文化自然界で分解されないもんがね、そういう産業やめろ。だからタバコだって実は葉っぱは大丈夫なんですよ。フィルターがダメなんですよ。ああ、そうかそうか。フィルターが、はい、フィルター反対、フィルター反対。なんかそんな映画作ってたね。あなんか僕も知り合いが作ってたけどね。なんか僕も知り合いがなんか なんて言ってたかな。私も見ました。なんかフルなんフルなんとか純太郎、純太郎っぽくなやったからな。なんかタバコのフィルターで固めて、はいはいはい、ほんでカヌーで、はいはい、あの川から海へ下っていくんやけども、でものすごい平行いてましたね。途中めちゃめちゃ平行いてました、ね、うん、映画の中でね、はい、全然受けれなかったけどね。まあ誰だったかなあれ、私もあの映画を見てすごいそう思いました。あの海のゴミってあの海水浴に来る人とかが捨てていくのかと思ってて、そしたらそうじゃないんですね、うんうん、あの本当に町から来るんだっていうのが分かって、だからタバコを吸う方とか、まあ、やってらっしゃらないとは思うんですけど、その排水口につい捨てちゃったりとか、もしそういう方がいらしたら多分そういう行動が一番良くないんだろうなって。あ、ダメですね、うん、あの結局それがどこに繋がってるって、結局ね、下水道で海でってことなんですよね。ゴミを捨てない、うん、捨てるな。僕たちラブハンドルズはですね、今年の6月に、初めてですね、震災後初めて、被災地の方へ、まあ、訪問ボランティアという形で、行かせていただいたんですけども、やっぱりあの現場をね、現状を見るともうテレビでしか見てなかったので、やっぱり言葉は出てこなかったんですけども、なんて言うんですかね、あのまあでも今回のこのフェスにしてもそうですけども、あなんかねすごいちっちゃなことだと思うんですけども、まずは一人一人がテレビから報道が少なくなっても忘れないっていうことが大事かなって思ったりとか、で今回このフェスをそういうテーマを掲げてやる、みんな集まってやるように、なんかちっちゃいことですけど一人一人ができるのは、うん、でもなんかそういうちっちゃいことでいいので、続けていくこと、被災地のことを忘れずに、離れて住んでてもなんかそういうちっちゃい活動、何かわからないですけども人それぞれ違うと思いますけど、続けていくことが大事かなと思います。そうですね、僕らのラブハンドルズも2人とも兵庫県出身なんで、阪神淡路大震災を経験した時に、まあね、起きた当時はもうこの先どうなるかなと思ってたけど、まあ、あれからもう15年以上経って、まあ一応こう見た目は復興完全にされてなんですけど、まあ実は内情は実は経済的にとかは 100% はまだ復興してないっていう面もあるんで、今回のその東北の震災も、まあ、今回は原発っていうのが大きな問題があるんで、これを解決するのはまあまた何でしょう、僕ら未知の努力が必要なのかなって思ってるんで、まあ、自分個人的にはそんな大きなことはできないですけど、まあ何かできる、あこれやったら自分でもできるかなっていうことを、一つずつできたらなって思ってます。そうですね、私堀下は、まあ、福島の相馬というところと今東京行ったり来たりして活動してるんですけど、やっぱり今若林さんがおっしゃった通りで、忘れないでいてもらうために何ができるかなって、まあ、本当にそんな大したこと私できないんですけど、音楽をやっぱりやっているから、去年は音楽でたくさんの笑顔をみんなで生み出せるんだっていうことが分かった年だった気がするので、音楽でもっと笑顔にみんなでなってつながれるように、そんなことをやっていきたいです。はい、Together! Yes! 今回のこのステージ、会場というのは、すごい自然に囲まれた、山あり海あり、で山の方にはたくさんの動物がいたりということを聞いてます、でステージやる側、どんな気分なのかなっていうことなんですけども、まず最初に思い浮かんだのは、これ動物たちにしたらうるさいやろなーって、うん、っ
ていう思いもありつつですが、それちょっと1日だけ我慢して置いといて、海と空、そのそこに組まれたステージで歌える、僕はねチューブになれると思います。まあもちろんコール&レスポンスしますよ。ラドキー魚そういうコーラのルフトレッチまあ、そういう感じで、そうよね、タヌキって言い、タヌキって言いそうなふりして魚うん、タクタクタクポッポッポッさゆりちゃんそうですね、やっぱりあのライブってね、その時その時が一回きり の, あの客席とあのね、ステージとのコーラーのレスポンスだと思うんですけど、多分開放的な気分になるのは間違いないと思うので、お、脱いじゃいますか。あー、それは脱がないとは思うんですけれども、はい、でもなんか客席の前にプールがね、あるそうなのでね、なんか足つけたりしながら聞くのは可能だってことなんで、あの本当にあのぜひ開放的な気分になってもらって、あの海と山と空と囲まれて楽しんで、そうですね、風と囲まれてですね、あの楽しい時間を一緒に作りましょう。海さくらミュージックフェスティバル2012、これね、もうね、なんていうか呼んでもらったことにまず本当に、感謝しております。あんな素敵な方々とですね、共演できて、しかもなんかすごい気持ちよさそうなステージで、演奏できそうなので、なんかもうモリ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 しております。モリモリどうなんかよくわからんねんけど、まあ僕らいつもインドア派なんで、たまには外で、ね、なんですかね、風に吹かれて演奏するのも楽しいし、うん、まあ何よりこうやっぱり夏なんで、うん、ルービーを、うん、いいですね、ルービーを飲みながらね、うん、いろんな人のライブも見たいなと思ってますね、うん、青みたいな顔してよろしくお願いしますそうですね、私もあの夏フェス出るの久しぶりで、本当にあのこの度は呼んでいただいてありがとうございます。めちゃめちゃ楽しみですね。あのバンド編成でやるので、あと言っていいんですか、カモメ児童合唱団の子供たちともあのコラボさせていただくことになっております。おー、ダメです、ビール飲ませちゃダメですよ。あ、もう超未成年じゃないですか飲ませない、飲ませない、すいません、すいません、うちの相方がすいませんいやもうね、本当にね、あのめちゃめちゃ楽しんでいきたいと思います。花火も上がるそうですし、クルージングも楽しめるそうですから、皆さんぜひぜひ海さくらミュージックフェスティバル遊びにいらしてください。歩きていくぞ、そう、花火上がるぞ、学校に取って帰るぞ、はい、わーわーF2012